やってきました。まぜそば一徳。こちらはね、静岡県浜松市にあります。赤電の助信駅のすぐ近くにあります。まぜそばがね、美味しいって知り合いに聞いたんでね、やってきました。はい、ただいま営業中でございます。営業時間はね、朝8時からやってます。朝8時から14時半まで。定休日はね、水曜日っていうことです。それではね、店内行ってきますよ。まぜそば、いやー、まぜそばいいね。美味しそう、楽しみ。はい、こんにちは。店内入ってきました。店内はね、カウンターが7席。徳さんの券売機あります。まぜそばだからね、おー、あるね、あるね。台湾まぜそばに、まぜそば、塩まぜそば、酢まぜそばとあります。水餃子もあるね。まぜそばはね、並、中盛、大盛、特盛とあります。台湾まぜそばはね、ピリ辛ですということです。トッピングもいろいろあるんだね。ほぐし肉、チーズ、味玉、しらす、刻みメンマ、青ネギ、ニラ、角切りチャーシュー、台湾ミンチ、卵黄に温泉卵、玉ねぎにご飯、そんな感じね。さあ、何にしようかな。台湾まぜそばピリ辛だからな、普通のまぜそばいきますか。まぜそばのね、量はもちろん、はい、こちら特盛です。混ぜそば美味しいからね、楽しみでございます。それでは食券買って待ちたいと思います。徳さんのね、店主のおすすめの食べ方っていうのがあるね、混ぜそばの。まずはね、麺を天地返しする、そしてそのまま一口。あとはね、分け皿に麺少量の具材を入れ、刻みにんにくで食すと。はい、来たよ来たよ。混ぜそば、麺特盛り、めちゃくちゃ多い。まずは麺を天地返しね。そのまま一口。いや、麺がね、もっちもち、極太でね、めちゃうま、バカうま。少量の具材を入れて、はい、刻みにんにく、はい、これで食べてみます。店主おすすめの食べ方ね。ランチおじさん風に食べます。具材全部入れます。はい、チャーシュー全部入れます。はい、卵入れます。はい、ニンニク、普段はニンニク使わないけど今日はたっぷり入れます。ぶっかけます。
ってきました。メガ盛りまぜそば。卵の黄身をね、混ぜるとうまそうだね。うまい。味がね、しっかりしててね、めちゃくちゃ柔らかい。たまに天地返し。調子に乗ってね、どこも見たけど、ね、やっぱ量ね、めちゃくちゃ多い。完食。すごいボリュームだった。もう腹いっぱい。まぜそば美味しかった。熱々のね、極太麺のね、まぜそば。理想通りの味だったね。美味しかった。ということで、本日はね、静岡県浜松市にありますね、まぜそばの一徳さんからでした。バイバイ。